ロロプシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。猫風船虫のコブの中にいたミミズは姫ミミズではないかという コメントいただきました。ポガリウエストさんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。私のハウスにはよく見るミミズ、赤いやつですよね。あまり見当たりませんでしたと。ちなみにいろいろ調べたのですが、もしかするとですが、ヒメミミズという種類のミミズがどうやら大きさや色とそっくりではないかと思います。検索してみると下下記のような情報がありますということで、私も見ました。ちょっとですね、ミミズの画像をここで見せると気分を悪くされる方も、まあミミズの話では気分が悪くなるって方もいるかもしれないですけど、画像はちょっと控えておきます。本当そっくりですね。白くてちょっと半透明みたいな感じで、で読み上げます。森林、農地、庭などの土壌中にいる小型のミミズ、他の土壌動物とともに落ち葉などの有機物の分解に重要な役割を果たしていると。体長は5ミリから1センチ、ちょっとでかいですね。あ、5ミリもあるんですか。から1センチで10ミリですもんね。関係動物、ミミズ類、糸ミミズ目、ヒメミミズ科、ヒメミミズと。シャタさんも調べてみてくださいと、よろしくお願いしますということで調べました。実はこれあれですね、でも結構根っこにいたずらとかもするみたいですね、このヒメミミズって。だから線虫と猫部線虫と同じに根っこに入り込んで結構悪さしてるんじゃないですかね。ちょっとし、うん、書いてありますね。ヒメミミズは農作物の根や小さな種などを食べて害を与えると。特に株、天才、菜種の被害は著しいってことなんで、キュウリの根っこも食ってますからね。あれ、これちょっとまたあれですね、ヒメミミズも悪さしてるのかな、ネコブセンチュウだけじゃなくて。でこのヒメミミズはどっから入ってくるのかなと思うんですよね。通常のミミズがいないんであれば生殖しづらい土であるとは思うんですよね。私なんか年に1回ですけど土壌消毒とかもやってますし、でたまに私も見かける青っぽい紫じゃない、青っぽいミミズ、あれもよくいるなと思うんで、結構地中深くに潜るんだろうなと思いますね。で水もだっぷりやってるじゃないですか、私の場合。だからどこに、谷下とかかな、なんだろう、いますね。だからなんか毎回入れてる肥料の中に入ってんのかなとか、でも肥料がちゃんと発酵したって熱処理とかしてあるからいないだろうなとか思うんですけど、このヒメミミズもどっから入ってくるのかなっていうのは単純に気になりましたね。うん、ありがとうございます。そして SBT さんも確かに元気な根っこではなかったですね。あ、そっか、作付け、あ、植え替えの時の、あ、枯らして植え替える時に抜いたやつだから、ちょっと枯れてる状態のやつですね、ほぼ。あ、植え替えの時に引っこ抜いた根っこだったので、とミミズをハウスで見たことはほとんどないですねと。何年か前に見かけたのは普通の赤いやつだった気がします。赤い普通のミミズとヒメミミズ、根っこが入ってたのはヒメミミズの可能性がありますね。ハウスの外にはミミズもいますけどと。うーん、それから高子さん、ミミズの餌、うーん、ヒメミミズもそうなんでしょうね。ミミズの餌、へえ、もの、あ、ミミズの餌、ネコブセンチュウの、そうなんですよ。あ、何言って、そう、ミミズの餌らしいんですよね。だから、ネコブセンチュウは。だから、ヒメミミズの餌でもあるんだと思いますね。うん。ミミズをいっぱい飼わないといけんねー。これはちょっときついっすね。ミミズって売ってるんですかね。もう、ウエアな処理ですか、ミミズ。このヒメミミズの植え穴処理とかいいですね。うわ、植えたくねー。でもヒメミミズだったら5ミリから10ミリなんて、いやでも10ミリ1センチって結構ありますからね。うー、ミミズで魚釣りしていたな。え、あ、これ高子さんがですか、じゃなくて私が、私の動画で懸垂者の社長と一緒にハウスの南の排水路ですね、あれ排水のための
みたいですね、用水っていうよりは。そうですね、あそこの水は捨てるためだけですね。あそこで魚釣ってましたね。そのことですかね。懐かしいですね。2年前ぐらいかな。それからですね、ミツバチブンブさん、 EC は値さえ分かれば計算式に突っ込んで硝酸体窒素量の判断ができますと。式が載っているホームページの URL 貼っとくんで参考にしてみてくださいと。これ確認しました。これか、これですね。簡単に硝酸体窒素量を求めるにはということで、これのなんかよくわからないですけどね。まあ火山灰土、沖積土、砂土みたいな形でちょっと値が変わってくると、かける数値、引く数値が、EC 値、でまあこのように計算できますよと。これ例えばでありますけど、 EC が1、これが何て読むんでしたっけ、1ミリジーメンスパーセンチの場合、ジュアル当たる20キログラム、10センチ程度、こんな感じ。 28× カリ比重 0.7 の窒素があることになりますと。20キロもあると、10アールに。まあそんなもんか。でまあ減費が必要になりますと。それからこれちょっと気になったのはここですね。この後あのバッテンさんからのコメントにありますけど、もうこれ見てると石値はまあ0.5 より小さければしっかり入れる感じですけど、 EC 値がだいたいここが 0.7 とか1弱に近づけば近づくほどもゼロですね、製肥量。っていう形なんですね。これはちょっと保存しておきたいな。これは面白い資料ですね。ありがとうございます。はい。そしてネットでダイブしてたら、ネクブセンチュウエの農薬でパストリア水和剤というのを発見しました。これネットでダイブしてると私の YouTube 動画出てきませんでした。私あの一袋だけ、あれ一袋いくらだったかな、ちょっと忘れちゃって調べりゃいいんでしょうけど、高いんですよ確か。 10R に全部やろうとすると10万ぐらいになった計算だったんですよね。だから一袋だけ買って1万5000ぐらいだったかな、1万4000かな。で株元完遂してましたね、動画で。であのあと私報告しないですよね、多分パストリア、あれ線虫出ちゃったのかな、ゴリゴリに。いやどうだったろう、また一袋買ってみますかって、そういう金もないんですよね。ただあれも微生物農薬、これですね、見覚えありますね。これもなんかそう菌なんですけど、これパストリアペネトランス菌という菌なんですよね。低減すると線虫の増殖抑制、線虫の害を低減しますと。なるほどね、抑制して低減するわけか。まあこれ、まあ、使われてる方いるし、いらっしゃるそうです、こっちでも。はい、毎作入れてるのか徐々に減らしているのか、効果は高いみたいですね。まあ、ただ見ると増殖を抑制しなんですね、規制して。なるほどね。多分その後なんですよね、多分これが去年の動画が、私使ったのが5月とかだったんですけど、その後に多分あのお師匠様さくらさんから線虫捕食菌を教えてもらって、おっと食べちゃうんだということで、そっちに傾いた感じですね、考えが線虫捕食菌に行っちゃってる感じですね。そう、1万4、5000だったかな一袋。これか、野菜類1から5キロ、これ 100g ですからね。 100g が確か 100g が1万5000円ぐらいだったんで、1から5キロなんて入れたら大変なことになりますからね。なので下かウェアナだったら 0.5g、 1000株だったら
500グラムですか、ですね、500グラムだから5袋か、5袋でもそこそこ、うん、っていうところですね。はい、ちょっと値段的には全然あのコストパフォーマンス的にはあの MN プラス船長補助機能は全然安いというところで多分そっちに行っちゃいましたね。はい、もっと値段がリーズナブルであればガンガンに使いたいですけどね。うん、だから部分的にやってみたんですよ、前回も確かパストリア、うん、そう。そしてバッテンさん、 EC メーターは自動換水システムに組んでもらう予定ですと、流す水培養液が EC2 ということですねと、大量の水分から吸収していただくという形ではなくて強制的に浸透圧を上げて喉元に叩き込むというやり方ですと。あー、なるほどね、そっか、濃いやつでさって吸わせちゃうわけですね、 EC が高いやつで。まだやるかわからないですかと、猫部対策はズバリ白かきすることです、もしくは溜めて落とすを繰り返すと良いですよ、シャタさんのハウスもできそう、これ重要ってことなんですけど、できないんですよ、できないんです。できたらもっとあのアルコエタノール消毒とかうまくいくんですけどね、できないんですよ、もうダメです、あれ土が持ってあるんでダメなんですよ。水がちょっと浮くかなぐらいまでは行くんですけど、びっちり張れない、白かき、要するに田んぼの白かきみたいな状態にできればいいんですけどね。そうか、でもそれが一番安いですよね、電気代だけですもんね、井戸水流し込んで、うん、プールみたいにできればいいんですけど、土を盛り上げて下に土管が入ってるんで厳しいっす。そう、それから長野英一さん、コメント見れないですねっていうのは、これはなどのコメントですかね、なんだろう、うん。それからミッチーさん、シャタさん、皆さんこんばんは、こんばんは。牛糞ペレット便利そうですねと、北海道でも出回ってほしいですと、これだった気がするんですよ、今 JA オーラ館林で買える牛糞ペレット、うん、なんかこれまだ買ったことなくて、ただコントロールセンターに置いてあったんで、ドカッと、そう、おすすめみたいな感じで、これは1000円するのかな、1080円か、うん、そう、ネットで出てきますね、牛糞ペレット。ちなみにこの株式会社グリーン創業って会社ですかね、うん、牛糞15キロ。まあ通常の牛糞をギャーッと、ここにあるように40リッターの牛糞の約2倍の充填量ですと、すごい詰まってますよと、うん、なので、あ、ちょっと施肥量が出てこなかったですけど、そんな大量にこれを1トンとか買う必要はないっていうことだと思います。今度次使ってみようかな。でもこういうペレット状、うん、やっぱペレット状がいいですよね、だよな、牛糞ペレットプラス息吹ペレット、うん、はい。そして施設の線虫対策、素人考えですが石灰窒素はどうでしょうと。で、銀さんですね、ありがとうございます。日本石灰窒素工業会により効果例例えの例としたかったが、令和の例が出てしまったが出てました、以下参考にしてくださいということで、見ました。あれ、あの、私知らなかったんですよね、本当に。まあ、あの URL 皆さん見ていただければ、まあ石灰窒素なんて誰だって知ってるでしょうっていうことなんですけど、私はいつもあの残砂の分解みたいな感じで、去年か一昨年か、角屋根の緑皮の後一緒にうなえ込んで、で被覆して分解を進めたっていう経緯があったんですけど、まあそもそもですね、農薬として登録が取れてるっていうことを知らなくて、うん、そう、これか、この成分登録、農薬の成分なんですよね、これシアナミドが根から吸収されることで雑草枯らすことができると。ああ、なるほどね。まあ石灰窒素を撒い
た日の夜にお酒を飲むとやばいっていうんで飲んだんですけど、本当にやばかったですね。あれ絶対やんない方がいいですね。もう鼓動が早くなっちゃって、本当にもう一生分の鼓動をあの日にしたんじゃねえかっていうぐらい鼓動が激しくて死ぬかと思いました。まあ死んでなかったですね。だからこの農薬の成分も入ってるからって言うんでしょなんでしょうね、一気にあの老けたかもしれないです私その時に。まあ冗談言ってる場合じゃないですね。そうなんですよね。でキュウリの場合50キロ入れて、でこう出てきて、もう一つですね見つけたんですよね。そうこれ見てください。この石灰窒素の殺虫殺菌効果、もうこの野菜類とかだと線虫類って出てるんですよね。50から100キロ入れて、あと猫ぶ病とかにも、要するに菌も殺菌もすると、殺虫殺菌ですね。こんなんなってたんですね、知らなかった。これですね、私の動画にも出てきますけど、よく使ってる石灰窒素、粒状のやつ。あとこれが根っこぶ線虫だから、夏場の土壌消毒に使えそうですね。太陽熱うなぎ込んで水かけて上からマルチして灌水、ハウスを密閉することで40度以上になると。この状態で20日から30日間、ちょっと時間がかかりますね。まあただそれで線虫がっちりできると。なるほどね、これも知らなかったですね。石灰窒素で昔はこれでやったのかな。梅さん、私なんかもう基本的にあの熱消毒、襖でしたね。収納した時は JA の指導、 JA だけじゃないな、いろいろ農家さんとかも聞いて、襖の土壌還元やりましたね。石灰窒素でもいけるんですね。なのでかなりリーズナブル石灰窒素の宣伝になっちゃいましたね。いろいろな効果があることが分かっていただけたでしょうかということで、成分と効果を合算すると価格以上の資材ですということで、石灰窒素ちょっと奥が深かったですね。私そうだ、殺虫殺菌か。確かにブロッコリーの時も税に言われて石灰窒素巻きましたね。でちょっとやっぱりどのぐらいだろう、半月ないし1ヶ月ぐらいすぐには植えないでくれと言われましたけど、殺虫殺菌、露地だったんでブロッコリーは特に被覆しなかったですけど、それでも十分殺虫殺菌できると、で石灰窒素を投入できると。なるほどね、ありがとうございます。はい、それから高尾さん、佐藤さん、良いね、良いずら下の方にたまるのよね、これアクアリフトでも使えますね。ちなみにおいくらでしたか。そうですね、私もあれはなんか実は展示品特化みたいな感じで結構負けてもらいました。普通に買うと6、7千しますよね。7千ぐらいかな。ようさん嬉しそう、嬉しかったですね。前段階テイク1があったんで、テイク2は嬉しかったですね。すごいバシャバシャ出てきて、くるくる回らないんだと、トモさんですね、くるくる回らないんだ、ちょっとお安いのかなと。お安いやって、安くはなかったですね。回らなくていいんだと思います、あれ危険ですよね。回ると丸屋に落ちてた攪拌機が使えたらよかったり、そういつもあれが出てくるんですけど、あれ目詰まり起こしてるんですよね。だから直せば使えそうですけどね。あれが昨日一昨日かの動画で出てきた、昨日かシンシンで、あれと買ったやつと2個あったんですよ。でちょっと安かったんでこういう T 字のやつ買いましたけど、それから川野農園さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。拡散器。
拡散希望みたいになってますけどね。結構泡立ちそうですね。あれはですね、だからもうマクピカなんか入れちゃったら、もうカニが泡立してるみたいになりますね。ふわーっと丸、この上からブシャーっとなりますね。そういうものと一緒に使えないです、あれ。危険ですね。うん。本日もお疲れ様でした。ありがとうございます。それから、ゆきおうさんですね。ジェットストリームアタックですか。これは何でしょうね。ジェット攪拌機。ストリーム攪拌機。で、JAL か。航空会社ですか。これちょっと、あれなんですよ。ちょっと考えたけど分かんなかったんですけど、どこが攪拌機に引っかかってんのかなとか思ったんですけど、JAL か。JAL。それから竹谷デッサンですね。普通になっちゃいましたね。こんばんは、こんばんは。ダブル粉流攪拌機おいくらですか。気になります。家の豆腐古いのです。6,7,000、7,000ちょっとかな、8,000弱、そんなもんかな。そんなもんですね。日本農業システムオンラインショップで なんで高いんでしょうね。あんな1500円ぐらいでいいと思うんですけどね、僕。単純にだから、あの下のプレートが高いんじゃねえかみたいな話になりましたけど、他ここプラスチックですからね。でノズルが2個ついてるだけですからね。シューこうやって、あれで7000円はねえなと思ったんですけどね。それから要素は回る仕様ならより戻し装着必須でないのかい。そうです。だからもう絶対あれはもう上にあのホースを作るって固定した時点で回っちゃったらもうホースも回っちゃうんで、あ、もうこれは回らない仕様なんだっていう気づきましたね。うん。使う前は本当に回るもんだと思ってワクワクしてたんですけど、どんだけブルブル回るのかと思って、うんともすっともしなかったですね。ちょっとタンクが斜めってるせいなのかなって、多分完全に水平じゃないと、その水平具合がないとこう回り始めたいのないのかなとか思ったんですけど、いや、ちょっと待てよと。水平にして、で回り始めちゃったらこっちのこうホースどうなっちゃうんだよと思って。そしてミッチーさん、こんばんは、こんばんは。確かに回ってないと。吹き出し口改造してエルボつけたら回るかもね。これエルボつけて両つけちゃいますよね。プラーッ回りそうですよね。多分、いや、本当上に寄り戻しつけないと本当にホースがドゥラーッなっちゃって大変ですよ。本当に絡まっちゃって。それから高子さん、ストッキング、あ、確かにいいかもしれないですね。うん、あの銅粉のあの丸い吸い込みのところですね。あそこにストッキングやっておけば、うん、あれ下と上がちょっと詰まっちゃうんで、ストッキングやっておけば全体的に詰まらない、あのゴミがつかなければどこから入っていければいいんで、あ、いいですね。やってみます。ありがとうございます。これで全て解決かもしれないですね。あ、どうだろう。あ、でもそうかもしれないです。うん、ありがとうございます。そしてトモさん、その攪拌機は回転しないのが正解なような。それが高速回転したらタンクにバッコン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 ですよね。本当にあの先がプラスチックなんですよ。だからあれも砕けんじゃないかと、逆にタンクじゃなくてこっちがで気にされてました。買ったお店の店長が、このプラスチックが回って割れちゃうから気をつけてくださいねぐらいの。はい、以上ですね。本日も頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんグー。じゃ、まだピヨさん、こっちですよ。